そういえば今日ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションモデルの発売日だよな。そういえばいろんなファッション系 YouTuber がおすすめしてたけども、実際のところどうなんだろうな。なんか JW アンダーソンってあんまり買わない印象があるから、大人に似合うかどうかがよくわからないから、このあたり自腹で買ってバシッと教えてくれるような人っていないのかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロ JW アンダーソンのコラボレーションモデル、大人に似合うのはこの3点というテーマでお届けしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通り、本日ですね、ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションモデル発売日なんですね。僕もですね、いつも通り開店と同時にユニクロに行ってきまして、いろんなものを試着をしながら冷静にですね、厳選して今回は3点のアイテムを購入してきました。以前にも事前レビューという形で皆さんにご紹介してたかなと思うんですが、オンラインで見るのと実物を見るのとではやっぱりですね、細かな違いみたいなところがあるんですね。その上で今回はですね、もちろん自腹を切ってしっかりと考え抜いた末にですね、3点の商品を買ってきましたので、皆さんにですね、全力で解説をしていきたいなと思っています。僕のチャンネルというのは、大人の男性に向けてベーシック軸足の中で程よいトレンド感をミックスしたようなスタイルをお伝えしているわけなんですが、そういったコンセプトに合うような商品ですね、結構今回の JW アンダーソンとのコラボには多かった印象なので、ぜひ今回の動画を参考にしながら秋冬の買い物を楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に僕自身がですね、今期のユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインの中で買ったものを皆さんにですね、ご紹介していきたいなと思っています。まず1点目はですね、今回のコラボレーションの中で最も注目されていたアイテムかなと思うんですが、こちらのニットですね。商品名はスフレアングラデーションクルーネックセーターということで、僕が購入したのが05のグレーになります。他にはネイビーですとかオリーブの展開があるんですが、どれも甲乙つけがたいぐらいすごく良かったです。価格が3990円ということで非常に買いやすいので、これに関しては僕は2色ぐらい買ってもいいんじゃないのかなと思うぐらいですね、大名作かなと思っています。ちなみにですね、僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、普段はですね M を選ぶことが多いんですね。こちらのニットに関しても今回は M サイズを選びました。サイズに関しては結構迷いまして、 L にしようかなとも思ったんですが、割とですねサイズ感ゆとりがありますので、ワンサイズアップしなくても僕はいいんじゃないのかなと思ってこちらのサイズを購入しました。ただよりトレンド感を強く出したいなという場合はワンサイズアップでももちろんいいかなと思うので、このあたりはお好みで選んでいただきたいなと思います。あとは着方次第ですよね。これ単体で着ることが多ければちょっとゆるっとしてた方が僕はなんか今っぽくていいかなと思うんですが、重ね着ですよね、コートの内側に入れたりすることも多いのであれば、僕はですねいつものを選んでるサイズでまず間違いがないのかなと思います。でこれは事前動画の中でも語っていたところなんですが、まずは何といってもこのですね色合いですよね。ここが最大のポイントになってくるかなと思います。今回はグレーベースのものを選んだんですが、上半分はですねミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいのやや深めのグレーになっていまして、そこからですねだんだんグラデーションでスプレーをですねこう吹きかけたように少しずつこうグラデーション真ん中の部分に入ってきて、下の方はですねほぼダークグレーという形で色が移り変わっていくようなすごく凝ったニットになってるんですね。これは本当によくできていて、こんなニットを3990円で出してしまうのはちょっと反則だろうと思うぐらいですね、仕上がりがいいニットかなと思います。写真で見るのと実物で見るのとではやっぱり違うので、意外と見るとチープな感じだなっていうことも少なくはないんですが、これよくできてます。ただ色に関しては結構実物を見た方がいいかなと思ってまして、個人的には一押しはオリーブだったんですね。オリーブもすごく良かったんですよ。3色試着をして最後残ったのがオリーブとこちらのグレーだったんですが、単体で見るとやっぱりオリーブが他にはないしすごく仕上がりがいいんですよね。ただコーディネートを考えたりだとか、あと長く使えるかどうかを考えると、よりこうオーソドックスなグレーの方が使い道が広いなということで今回こちらを選びました。また僕のチャンネルにもどちらかというとこちらのグレーの方が向いてるなというところもあったので選んでみたわけなんですが、デザイン自体は結構オーソドックスですね。スフレヤンのニットということで丸首で首元のフィット感
パも非常にいいです。肩のラインはこちらちょっとだけ落ちていて、緩さはあるんだけどもやりすぎ感がないようなサイズ感で、このあたりも大人の男性には似合いやすいです。でやっぱりこの色のグラデーションというところで一つのアクセントがあるので、それに対してオリーブという色でさらにこう色としての特徴があるものを選ぶと、やっぱりグレーに比べると合わせはちょっとしづらくなるかなという印象があったので、今回はこちらのグレーを選びました。ただオリーブもですね、2着買っても全然いいんじゃないのかなと思うぐらい悩んだので、この後買い足す可能性は十分にあるかなと思います。ネイビーもすごく良かったんですよね。なのでもう本当に僅差ですよね。このあたりはあくまで好みで票が分かれるかなというところなので、ぜひ皆さんもですね、オンラインだけではなくて店頭で試着をしながら、どれが一番ベストなのかなというところを検討していただくといいかなと思います。僕は今ですね、グンゼのインティーの上にサライト着てるんですが、とにかく暖かいですね。ポカポカとしてきますし、チクチク感もゼロではないんですが、通常のニットに比べるとだいぶ抑えられているので、ニット嫌いの方でも気軽に着やすいかなと思います。まるでドメスティックブランドのニットのような雰囲気が3990円で味わえるというところでは非常に傑作中の傑作だと思うので、ぜひ皆さんもこちらはチェックしていただきたいなと思います。もちろん今時期であれば単体で着るのもいいんですが、これから先ですね、ダウンの内側に着たいだとか、あとはですね、この後ご紹介するあのコートの内側に着るのも最高かなと思うので、重ね着のパーツとしても使いやすいかなと思うんですね。ですので使える期間としては秋冬春のスタートぐらいまでは使っていただけるかなと思うので、非常に優秀なアイテムかなと思います。今期いろんなコラボレーション系のアイテムを見てきましたが、ニット部門ではもう間違いなくダントツでナンバーワンなので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目に購入したアイテムなんですが、僕が今着てるこちらのですね、チェスターコートですね。これが非常にですね、仕上がりが良かったので皆さんにもご紹介ができればなと思っています。サイズなんですが結構これも迷いました。通常だと M を着ることが多くてですね、事前にスタイルヒントを見ながらですね、さまざまなスタッフの方とかインフルエンサーの方が着てる様子を見ていたんですが、割とゆったりめに着るよりはジャストサイズに近い方が僕はハマりがいいかなと思ったので、今回は S サイズを購入しました。ユニクロの定番のチェスターコートもあるんですが、そちらに比べるとベースサイズ感にゆとりがあるので、同じ S でも全然こちらの方が全体的には緩さを感じるかなと思います。肩のラインはこちらでそんなに落ちてる感じもしないんですね。で、身幅にはちょっとゆとりがあって、あとは着丈も長めの設定になっていて、クラシカルな雰囲気が漂う一着になっているかなと思います。 M でも悪くはなかったんですが、これくらいの適度なゆとり感の方が大人っぽく着れるんじゃないのかなと思っています。これは皆さんもぜひ店頭で試着をしていただいた方がいいアイテムかなと思っています。細かい部分で見てみると、まずは襟ですね。結構太さがあって、上襟と下襟をつなぐゴージラインと呼ばれるところなんですが、これが割とこう落ち気味になってるんですね。なのでこのパーツを見てもちょっとこうクラシックな香りがするようなコートかなと思います。ベースはですね、そんなにこう木をてらったところはないんですが、細かな部分にクラシックな要素があって、あとは素材の質感ですね。なかなか伝わりづらいかなと思うんですが、ドネガルツイードを意識したような素材ということで、ペタッとした表面感ではなくて、割とですねネイビーとブルーが混ざったような非常に凝った生地の質感になってるんですね。このあたりもかなり個人的には好印象だったかなと思っています。素材でいうとユニクロの定番のチェスターコートですね、ウールカシミアということで、圧倒的に素材感は定番のものの方が良かったりするんですが、こちらのコートに関してはアクリルとウールとポリエステルが混合されている感じですね。ただ質感がチープな感じがするかというとそんなことはなくて、先ほどもお伝えしましたが、表面のですね凹凸感のある見え方のおかげでかなり上品に見えるので、僕は全く問題はないかなと思っています。で、カラー展開がですね2色ありまして、ここが問題なんですね。グレー系とブルー系2色あったんですが、個人的には結構グレー系が好きでした。英国調でちょっとクラシカルな雰囲気もより強くて、やぼったくて、様々な着こなし方ができそうだなという印象があったんですね。ただ一歩間違えるとすんごいおじさんっぽく見えるというですね、危険性もはらんでいるので、僕のチャンネルに合うのはやっぱりこちらのブルーかなと思いまして、今回はこちらを購入しました。いわゆる土定番のネイビーよりは明るめのブルーで、ちゃんとですね
おしゃれ感も出るようなチェスターコートになっているので、僕はこのブルーを選ぶと多くの大人の男性には似合いやすいかなと思います。先ほどご紹介したですね、このグラデーションのニットですね、グレーからダークグレーにグラデーションかかっているニットとの相性もすごくいいので、こういった形で合わせていただくとバランスがいいんじゃないのかなと思います。ボトムスに関しては黒パンとかでもいいんですけど、チェスターコートがめちゃくちゃ綺麗めなので、デニムぐらいでですね、ちょっとカジュアルに振ってあげた方がバランスがいいのかなと思います。ですので今回はユニクロの定番のですね、ワイドデニムのグレーを合わせています。太さがあってだけどもグレーなので、そこまでカジュアルすぎないボトムスが結構ハマりが良かったかなと思うので、このような形でコーディネートも組んでみました。最近はですね、コート全般的にどのブランドも値上がりしていまして、その中で 14,900円でこういった上質なコートが買えるというのはかなり驚きもあるかなと思います。デザイン自体は今っぽいコートという形ではないんですが、久々にこうチェスターコートを着てみるのも悪くないなと思いました。サイズ感も現代的だし、ディティールもちょっとクラシック回帰な部分もありますし、なんといっても素材の雰囲気がかなり凝っていますので、これは大人世代にもハマりやすいと思いますし、おしゃれが好きな方にもですね、楽しんでいただけるような一着かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目に購入したものを皆さんにご紹介したいなと思います。今僕が着てるのはスフレヤンリブフルジップセーターですね。色は2色展開になってまして、僕が購入したのは07のグレーになっています。もう1色はネイビーなんですが、どちらも良かったんですよね。価格は5,990円ということで、これまたですね、非常に使い勝手のいいアイテムかなと思います。まず全体像を見ていただきたいなと思うんですが、サイズはですね、僕の体型で M を選びました。程よいゆとり感があってですね、 L と迷ったんですが、個人的にはこれぐらいでも十分ですね、ゆとり感があるので適正サイズじゃないかなということでこちらを購入しました。最近このようなですね、フルジップのですね、ニットだとか、あとはハーフジップのニット、またはスウェットみたいなものはトレンドアイテムになっていまして、いろんなブランドからリリースされているんですね。その中でも今回はフルジップのニットということで、大人っぽい上品さと、あとはジップの持つカジュアルさというところがうまくブレンドされたようなイメージで、こちらはですね、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。JW アンダーソンらしいですね、エッジの効いたデザインというよりは割とオーソドックスで使いやすい印象なんですね。こちらのニットなんですが、リブ編みになっていまして、縦にですね、うねが走るような形になってまして、そのあたりの表面の見え方ですね、僕はすごくいいなと思いますね。シャープに見えるし平坦に見えないので、なかなかこの表面の質感もいいなと思います。スフレヤンの素材使ってということで、チクチク感もありますので、T シャツの上にさらりと着ても気にならなかったので、これはですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。このリブ編みがですね、ちょっとこうコーディロイっぽくも見えてですね、より秋冬っぽさというところが表現されていて、僕はなかなかいいなと思いました。で、このようなフルジップだとかハーフジップを着る際には、個人的には全部上げることはないんですね。ちょっと首元がですね、ややもたっとしてしまうので、あまり好きではないので、フルジップとかハーフジップであっても、大体これぐらいですね。適度に前を開けてあげて、襟のロールみたいなところを綺麗に見せてあげるのがバランスがいいかなと思います。ちなみにこちらグレーを選びましたが、内側がチャコールグレーのような形で濃いめの配色になっているんですね。外側と内側で色が違うというところで、このあたりの見え方もかなりバランスがいいなと思いました。まさに秋に活躍するようなアイテムかなと思ってまして、ロンティーの上にさらりと着たりだとか、今の僕のようにシャツの上に重ねてあげて、少しこう着丈の長さの違いみたいなところを楽しむのもいいんじゃないのかなと思います。公式のサイトでもおそらくシャツを合わせてるんですが、僕は襟元がすっきりとしたバンドカラーの方がハマりがいいなということで、冒頭にも言っていました、デニムのバンドカラーシャツを合わせています。もうちょっと季節が進んだら、この上にですね、先ほどご紹介したチェスターコートを重ね着してあげるのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。着るとこんな感じですね。襟元の収まりというところで言うと、正直めちゃくちゃいいってわけじゃないんですよ。ちょっとこう襟元がもたつくなという感じもあるんですが、通常の丸首のニットを合わせるよりもちょっと見え方の違いが出せるので、新鮮な感じはするかなと思います。マストではないかなと思うんですが、こういった重ね着もできるということも一応覚えておくといいかなと思っています。で、色なんですけども、個人的にはネイビーを買うつもりで行ったんですね。で、一発目でネイビー着たらすごく良かったんですが、グレーを着てみたら適度にやぼったくて、そのこうレトロ感といいますか、ちょっとダサい感じもあるんだけども、着方次第で味わいのある見た目になる
このグレーがすごくいいなと思って、僕はこれはどうしても我慢できなくて自分の好みのですねグレーを買ってしまいました。まあ、グレーを買うからには、まあ、ボトムスはブラックだとか、あとはホワイトのデニムなんかで爽やかに振ってあげたりだとか、他のアイテムで少しですねシャープに見せたり小綺麗に見せたりしてあげるとバランスがいいのかなと思います。まあ、ネイビーも清潔感があって上品に見えるので、そちらを選んでいただくのが一般的には間違いがないかなと思うので、このあたりは試着をしながらよく検討していただければなと思います。まあ、決して派手さがあるアイテムではないんですが、トレンド感ちゃんと拾っていて、リブ編みになってたりだとか、表面と裏で色が変わっていて少し見え方に変化があったりだとか、行き過ぎないぐらいのですね程よいエッジが効いているので、個人的にはこれめちゃくちゃいいアイテムだなと思います。ぜひ皆さんもオンラインや店頭でチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では本日発売のユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションモデルの中で大人に似合うものはこの3点というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもですね結構迷いました。まあ、ニットなんかは象徴的でカラー展開3色とも全部いいというのはかなり迷いどころだったかなと思います。僕は今回ですねモノトーンベースのものを選びましたが、まあ、このあたりは皆さんの手持ちのアイテムとのですね兼ね合いも見ながらですね選んでいただきたいなと思っています。まあ、今回実際に買ったのは3点だけなんですが、ユニクロ U なんかに比べると少なめの印象ですけども、毎年ですね JW アンダーソンのコラボを見ている身としては今回はですね結構豊作だったなと思います。まあ、実際には買わなかったですが、例えばパテットキルティングブルゾンですね、これも非常に良かったです。試着をしましたが程よいカジュアル感があって、短丈系のアウターがですね今年はトレンドになっているので、ちょっと大きめのキルティングですね、このあたりもアクセントになっていて非常にいいかなと思いました。ただ個人的にキルティングジャケットってめちゃくちゃ好きっていうアイテムではないので、今回は優先度高いのはチェスターコートかなと思って買うのを見送りましたが、非常にですねバランスのいいアイテムかなと思っています。あとはボトムスですね、タックワイドパンツのですねブラックとかオリーブですね、このあたりもめちゃくちゃ良かったですね。ただボトムスってそんなにたくさんのバリエーションは僕は必要ないかなと思ってまして、他にもたくさん優れたボトムスがあるので、まあ、今回の JW アンダーソンでマストで買うっていう感じでもないかなと思ったので今回は購入を見送りました。その中でも今回ご紹介したグラデーションニットですとかチェスターコートですとかジップセーターですね、このあたりは他のブランドやユニクロの中でも比較してもかなり仕上がりが良かったかなと思うので、ぜひ皆さんもですねオンラインもしくは店頭でですね商品をしっかりと見ながらですね検討していただくのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、JW アンダーソンもちょっと使いづらいものも多いなという印象だったんですが、まあ、毎年ですねちょっとした微調整が入りながらよりですねリアルで使いやすいものが増えてきた印象なので、今後のですね春夏や来年の秋冬もですね継続してしっかりと注目をしていきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、今回の動画気に入っていただけた方はグッドボタンやチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。